こんにちは、スナックの望月です。今日もホッシーのスプリングコートのご紹介に続きたいと思います。今日ご紹介するのはインスタライブでも登場したこの綿のコート二方です。これがショート丈の方とこちらステンカラーの膝丈の2種類になります。まずこちらがですね、こちら、38-40 サイズ綿 100%、税込み62,700円と消費税です。これが前回のコートもちょっとびっくりコートだったんですけど、こちらもびっくりなのがもうとても綿に見えない、触っても綿とは思えないぐらいぐっと目の詰まった生地になります。ちょっとこうポリエステルとか入ってるのかなって思うぐらいさらっとしてる素材で、ほどほど厚みがあって、ちょっとびっくりです。それがこちらですね。で、これが可愛いのが少しこう広がってるテントラインになっているショート丈のコートなんです。こちらです。で、これがこの白とこのグレージュ。ちょっとこうピンクベージュっぽい感じのグレージュ色になります。そしてこちらがロング丈、膝丈ですね。で、先ほどのコートとはまた全然違って、こちらはステンカラーになります。で、ライブでもご説明してたんですけれども、これはとにかくね、この襟の、大襟の高さが通常のものよりもかなり高く取っていて、なおかつ、ここのところの、この斜めにこう切り替えていることで、襟が自然に立体的にこう落ちる。ような作りになっているんです。そしてここにステッチを入れることで着た時にここのあたりのたまりを自然に消してくれるとっても凝ったデザインになってます。もうシンプルなコートを美しく着るために作られたデザインです。こういうやっぱりステッチの交差するところとかこういうところとか綺麗に仕上げてますよね。そしてこのちょっと無機質な感じのボタンが、これ金属ボタンなんですけど、これこういうのがすごいかっこよく効いてます。こちらがやっぱり白とこちらのグレージュ。そしてネイビーの3色になります。こちらが綿 100% 裏地がついていて、こちらキュプラ 100% で、税込み75,900円と消費税です。で、裏地っていうのが裏地というのが、この背中側についているんですけど、あと前身頃とお袖についてます。この背中から下だけがついてないというデザインです。ちょっと着てみたいと思います。今回は、新作マークケインのセットアップに
今まだノースリーブで、これ中ノースリーブなんですけど、ノースリーブで着るのがちょっと寒いので、カーディガンを着てます。今回のマーク・ケインのシリーズ、割とシマークは白黒で撮ってるんですけど、それがすごいこうかなりかっこよくて、でシリーズとしてもまとまりが効いてて、で日常割とこうマーク・ケインってこう派手な色柄多いんですけど、割と日常使いがしやすいシリーズです。ホッシーさんで、私だと基本的には38サイズがちょうどいいサイズなんで、今ちょっと40サイズ着ているので若干ゆとりがあります。こんな感じです。この、 お袖とか身ごろのボリューム感、あと襟の大きさがめちゃめちゃおしゃれ。普通のショートのジャケットだとちょっとあまりにも寂しくなりがちなところなんですけれども、このデザイン性とこのドレープがすごい効いているので、やっぱ普通じゃないですよね。でコートは本当にこれもうサラサラですごい気持ちがいいです。で、やっぱ程よく厚みがあるんですね。ペラペラの薄い綿の生地ではなくて、結構厚みがしっかりあって目が詰まっているので、なんかこう覆われてる安心感っていうのがすごくあります。こんな感じです。パンツの上にさらっと着てもいいですし、ロングスカートとかにパッと着てもいいですし、なんかこうケープを着るような感覚でもうバサッと着るコートです。ショート丈を好きな方におすすめです。ヒップが3分の2隠れるぐらいの丈です。ちなみにショート丈の方のボタンはこういうボタンになります。こちらはグレージュです。ちょっとピンクがかった色合いです。すごい可愛い、すごい可愛いです。こんな感じで、ちょっともうちょっと下映らないかな。こんな感じで、もうすっごい綺麗。もう着るだけでこの襟の大きさとか身ごろのバランスが綺麗に響きます。ここもかなりゆとりがあります。こんな感じですね。でこちらは裏地はありません。細身のパンツとか履いてもすごい可愛いですよね。かっこいいです。こちらがロング丈です。ロングこちらステンカラーの方が
お袖が、まあ、どちらかというとすっきりしてるタイプなので、裏地がついているので滑りがよくって、さらっと着やすいです。こんな感じ。わあ、見てかっこよくないですか、これ。この形の綺麗さ。やっぱりこちらも40サイズで、私が着るサイズ感としてはワンサイズ大きい方になるんですけれども、ここの襟のこの立体感とこの肩の綺麗さ、そしてやっぱりここに本当生地がたまらない、ここがすっきりする、あとこの丈の長さも絶妙ですし、わあすごい綺麗、この襟の大きさもすごく効いてますね。ステンカラーにしては少し大きいんですよね。この襟の大きさすっごく絶妙です。でポケットは今しつけで止まってますが、ポケットもあります。めちゃくちゃ綺麗です、本当に綺麗。あ、こうタブを入れるの忘れてた。はい、こちらが、グレージュ、ピンクベージュっぽいグレージュ色になります。でね、本当にこの形がとにかく綺麗。ベーシックなんですけど、なんていうのかな、つまらないベーシックさじゃなくて、本当にデザインの効いた素晴らしいコートです。もうこのステンカラーっていうとすごくこう真面目なイメージに割と なりやすいところはあると思うんですけど、なんてそういう感じじゃないんですよね。すっごくこう清潔感とこのラグジュアリー感と、あともう本当にこう凛としたきちんとさ、本当に綺麗です。でこのやっぱりこの落ち感があるので、本当に着てて軽いんだけれども、このしっとりした落ち感がものすごく高級感ありますね。なんか着てても安心ですし、なんか本当に素敵なコート。ちょっとネイビー着てみます。もう本当ワンピース、ほどほどのワンピース、丈のワンピースとかスカートとかパンツとかどちらにも合います。こちらがネイビーです。本当に綺麗。かっこいいですよね。着てるだけでこの綺麗さがすごい。この本当にこの肩のラインとかこの襟の立体感、本当にすごい。ね。こんな感じです。いや
本当に本当に素晴らしいコートです。おすすめしたい。本当に すごくいいです。ちょっとないですね、こんなステンカラーのコートは。はい、今日は、フォッシーの、綿のスプリングコートのご紹介でした。本当にいいので、もうぜひお試しください。おすすめです。では、この YouTube のシマークのチャンネル含めブログや、インスタのフォローもお願いします。また次の動画もご覧ください。ありがとうございました。